さあ大谷、マンガンをペーガドラですね。ペーガドラです。大久とも3900ぐらいは狙えそうだ。本当ですね。そして中林の出牌がいい。三蔵も入ったら最強。アイアンを確定させていいシャンテンですね。土田さん、この手は泣いて2900っていうよりリーチに行きたい、うん、2段目終わる頃までテンパイしなかったら話別ですけど、これ多分テンパイするでしょうからリーチ行きますよね。ただシャンポンのままリーチ行くとは限らないんで、ローピンになんとか伸ばすか、チーソーを想像にね、なんとか伸ばしたいですよね。そうですね。これだけの材料をもらえばいい街でリーチをかけたい親番中林。これじゃないんですけど、一応3ピン打って、あの E ピンがもうね自分で振り手になりやすいんで3ピン3ピン打って、でもローピンから伸びると3色が、3ピン待ちのリーチ行くんですね、これ。そういうことですか。両面入ったらもう一巡も許さないぞっていう構えですね。うわ、3ピン3ピンって打っちゃうとスーチーマン入ってリーチいけなくなっちゃうんで、それを下げたんですね。スーチーマン入っての即リーチをかけたい、あ、渋川気づいたな。何ですか。中林のイーシャンテンに、今気づきましたね。あの急走のつもぎり見てスーッと息を吸って急走切りましたね、あ、ドラか。ドラのペイです。いつ中林からリーチが来るのかと思いながら、自分のこの手はどう評価しますか。上がれそうですか。難しいと思ってるでしょうね。でもまだ親の中林の現物を持たずに捨ててますよ、急走やチューン。性格がねやっぱ太いですよね、渋川はあの繊細なんですけど肝が太いですね。いいですね。図太さっていうのはやっぱり大切ですよね、勝負師にとって。大事です。あのですね、試合前に、まあ、中林と渋川というのは非常にこうね、元より、ライバルとして、盟友としてずっとやってきてるわけですけれど、中林さんにもうラスは決まったねなんて言われちゃったんですよ、渋川さん。へえ、そうなんだ。渋がいれば俺はラスはないからみたいな感じだったんですよそしてチームメイトの堀選手からも、渋は今日3着になれればいい方だよなんて言われてましたよ。なんとそんな厳しい言葉を浴びせられて、堀さんは多分渋川をリラックスさせたかったんでしょうね3着でいいんだってね感じで、あのゲームにね向かい、3900、そうなんですよ、パーピン3900上がればトップ、キューピンどっちが重なるのかな。どっちも一枚切れ、ドラどっちも期待したね。捨てて、いや、ペンチピンも待ち悪くないかっていう判断ですか。なるほど、確かにチーピン山に3枚、ペンチーピンですと、まあ、出上がりは2600になりそうですけど、積もればねクリアですよね。できればねパーピン9ピン頭でね、もう文句なしのイースワンでいきたいっていうね、文句なしのリーチピンフ赤にしたい。ただペンチーピンでも行きますね、この男。行きますか。さあまだ誰が勝つかわからないぞ。白重なったのは渋川。渋川目線、まだ中林リーチ来ないのかって感じですか。おかしいなって、大谷はどうですか。ピン図がなかなか生まれない。ローピンが2枚切れになっている。あ、キューピン重なった。これでいいそうですね。大満足のリーチ。イースーは待ち、上がれば逆転トップ佐々木久人。うわ、そこにリーチ来た。これ町広いですよ、土田さん。え、何町リャンクパーソー3ピン、あ、もう表示が出た。早い、一発キャッチの渋川。リャンパーソー3ピン E1 ないんですよね。 E1 ないんですか。ないんですよ。でも数万は2枚ですか。ヒサト助かるか。リャンパーソー3ピンですよ。リャンクパーソー3ピンの両面ちゃん、あれれれ、そんなやつはいませんよね。そんなやつは、そんな人はいません。はい、さあ親番中林の一撃必殺リーチが来た。いやー、魚谷三着を受け入れるのか。久里に上がられればゲーム終了、おそらく自分は三着。
自分が上がるのももう苦しいですもんね、2人リーチ受けてこの手では。ただパワー1押せばね、うん、あの親リーチには通ってるんで、パワー1押して、パワー1は久里には通ってますが、はい、中林には通ってません。みんなに通る範囲ないんじゃないですか、むしろ、ね、降りようと思っても、ね、じゃあ2枚持ってる範囲から選んだら2万、8万9万ひねりましたね。ワンチャンスでしたね、9万久里に通っていて中林にはワンチャンス、チーマン通った。うーん、大谷としてはこれは通ったっていう感じの表情に見えました。あ、でもスーピン埋まった、どうしようどうしようどうしよう、数値層だった、数値層薄かったかな。改めて自分の上がり狙いに行けますか。いやいやいや、そういうタイプではないですね。リチも2本出てるんで満貫出上がりでトップですよ。漫画ないか、リーチ赤ですもんね。リャンパーソーさん、そのリャンパーソーの話はどこ行っちゃったの。3品ないんでリャンパーソーですよね、問題は。あ、パーソーがまた減ったし、パーソーがもうゼロですね。リャンソー1枚、ウーソー2枚ですか。あ、まだありますね。はい、一応ありますね、3枚あればね。うん、ヒサトのイースーマンはどうなんだ。いや、4万は決着つかないのか。4万以前2枚のようですよね。2対3か、はい、いい勝負ですね、はい、ファイトクラブが全連帯を決めるのか、中林が希望をつなぐのか。あ、全連帯ね、上がり牌は減らない。そうですよ、2着トップ2着2着で来ているファイトクラブです。魚谷苦しそうだ。ここでパワー1になった。うわー、まだ出ない、まだだ。ツモがね、久とね、ないもんね。あと1巡ツモで上がった。このゲーム久と選手ツモ上がりないですね。はい、ね、ないです、ないですよね。あ、嘘、減った。2対2本当だ。大谷は先ほど打ったパワー1で大丈夫ですね。久と中林、渋川までツモ番回る。最後の最後に値千金のツモが来るのか来ない。中林親番続くのか。あ、スワン、お、3900、最後の最後で久里の上がり、リーチピンフ赤、3900は4200、僅差の争い。ここで桜ナイツ渋川をかわして、はい、佐々木久里がこのゲームトップを獲得ということになりました。いや、やっぱりね、久里選手が憧れですなんていう渋川選手にとっては高い壁でなければならないですよね。